お引き継ぎいただけますでしょうかね。めちゃくちゃ通り越して時代劇？お嬢ちゃん、桃子さんを。私が桃子です。出すんだほら、おめえみたいな強みがなんでベルサーチ売るほど持ってんだよ。さっさと桃子出してこら。また唾吐いた。すっげえ、これじゃベルサーチかよ。はい、バッタモンですけど。じゃあおめえ本当に本当に？はい、龍ヶ崎桃子です。厨房ではなく高2です。やっべえよ、与えてダメじゃねえか。んなひらひらのオフみたいな格好してるからてっきり。いやまあ、人を見かけで判断するのはよくないわな。そんなことないですよ、人は見かけだもの。殺される？私殺される？かっけえ！何これ、ユニバーサルでベルサーチじゃねえかよ。渋すぎるぜ。とりあえずジャケットあっかな。親戚の結婚式があってよ、あたいとしては特攻服で決めようと思ったんだけど、ダメだって親に言われて。んでジャケットベルサーチだったら誰も文句ねえだろって。でもたっけえじゃん、手も足も出ねえじゃん。んでその時おめえの投稿発見してさ、地獄に悪魔とはこのことだぜ。それを言うなら地獄に仏。俺、いくら？いくら？ちくしょう、3かよ！え、2か。いいの番2で。桁が違う。おめ、20万かよ！ 2000 円。2000円？どこの世界でベルサーチの新品ジャケットが2000円で買えんだよ！でも、バッタモンだから。バッタモンでもベルサーチはベルサーチだろうがよ。じゃあ2万円で。当たり前だよ、2万円でも安すぎるぜ。でもおめえが2000円でいいって言うなら2000円にしてもらうと助かるかな。安く譲ってもらって、でも絶対この借りは返す。なんかあったらポニーテールのイチコって名前出しな。ポニーテールって？ポニーテールは下妻最強レディースのチーム名よ。よーく覚えときな。私は握力も腕力もないし、走るのは遅いし泳げません。でも女の子はか弱ければか弱いほど価値がある。これがロココの美学。守られるより守る方が性に合っているような強い女性なんて最低。酸いも甘いも噛み分けた経験豊富なレディなんて最悪。酸っぱいものは食べたくないの。甘いものだけでお腹をいっぱいにしていたいの。きれい、甘きれい。うっせよ。きれい。あ、あ、そりゃ産卵シート。あたいのは特別気合入れて120センチなんだ。特殊で10万以上すんだけど、中古のパーツ譲ってもらってつけたから、安かったんできたんだ。バイク好きか？うん、別に。あたい、土浦のモータースでバイクさせてもらって。バイク好きなんだ。好き？てか、もう一人の自分って感じ？でも原付きなんだ。いいだろ別に。もしかして自動二輪の免許取りたかったけど試験に落ちたとか？悪いんかよそれが。これまだ現役かよ。
ばあ様のバイクですけど何か DJ1R、 いわゆるホンダが80年代に出した幻のモデルだぜ。まだ生きてんのあったんだ。なんで分かってくれないんだよ。それからもそのヤンキーはちょくちょく私の家にやってきて、あたいバイク屋になりてんだ。この前モータースの親父に話したんだ。マジで修行してる。知ったら親父になろう。あたいが高校ちゃんと卒業したら考えてやるって。マジ感激したよ。いろんなことを勝手に喋って。おめえ卒業したらマジどうすんだ。働くのか。労働は趣味じゃないから。あめえこと言ってんじゃねえよ。これ世の中っていうのはマジ食うか食わないかなんだぞ。勝手に一人で熱くなって。私は彼女がなぜ私にそんな話をするのか不思議で仕方ありません。人が人と関わるということが私にはよくわからないのです。なんでわかってくれないんだよ。人間は一人なの。一人で生まれて、一人で考えて、一人で死んでいくの。人は一人じゃ生きられないなんて。だったら私は人じゃなくていい。ミジンコでいい。寄り添わなきゃ生きられない人間よりもずっとずっと自立してるもの。じゃあ友達や恋人は？親や子供どうすんの？なんも私には社長、係長、飼育係、管理人という肩書きと同じなの。それ以上の意味なんて全然ないの。かわいそう。あなたってかわいそうな子。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜ね、何人くらいいるんですか、ポニーテールって。7人。やば。もしかしておめえうちのチーム入りてんのか。いや全く。まずは免許取んねえとな。それとそのひらひらの服もダメだ。うちのチームは走り専門、喧嘩場と死んだ薬は一切やらねえ。一品に迷惑はかけねえよ。入りませんって。あと男関係にだらしねえやつも入らないもん。何を迷う必要があんだよ。迷ってなんてないもん。私はヤンキーなんてならないし、バイクも乗らないし、喧嘩もしないし、集団行動もしないし、ひらひらも脱ぎません。どうして。かっこ悪いもん。あれおめえ今あたいの全人格否定した。もう殺すぞ。これ。どうぞ。私殺すぞ。殺せば。唾を吐かないで。おめえひらひらのくせに根性座ってんじゃん。殺さないの。ああ、おめえには借りがある。借り借りってバカみたい。なんだとこれ、はあ、自分が一番大事なものは絶対貸しちゃいけないの。貸してもいいのはどうでもいいものだけ。だから私は借りたものを返さない主義。その代わり貸すときは戻ってこなくてもいいって思うの。おめえ性格悪いな。ねじ曲がってます。ダチねえだろ。はい。寂しくねえのか。まったく変わってんなおめえ。おめえがどうしてもってんならあたいの出しとして認めてやってもいいぜ。いいです。別に。私は多分ずっと一人で。80歳のある日、安アパートで一人ベイビーの服を着て死んでいるのを管理人ロボットに発見されるのであった。そんな一生だなぁと思っていたのですが。何が貴族の森だよ。
何聞いてんだ。ヨハン・シュトラウス。知らねえな、あんなバンド。